チャンネルです。ですね、今日は、ね、桜が少し今日はね、夕方ちょっとですね、うち僕は地元のね、学校の、お世話をちょっとね、させていただいている加減で、まあそのね、これ春休み期間中のね、見回りというのをね、地域見守り隊ですね。まあ、それに行ってきたんですけどね。まあ、それでこう地元の方とですね、なんか腕章とかしてね、なんか面白いこう、なんかパーカーみたいなの着ましてね。で、ぐるっとこう、地域を回ったんですね。地域というか、学校の周りですね。小学校、中学校の周りをね、回ったという次第でございます。まあ、それでね、今日なんかだいぶ桜がね、ちらほら、本当にちらですけどね。だから明日ぐらいからね、ガーッと咲くんじゃないかなと思ってね、もうあっという間に今週末とかはね、もう桜見頃かななんて思いますよね。まあほんで、そうですね、今日、こういう春休み中にね、回ったんですけど、まあ地域の方、本当にね、ご苦労様です。まあね、僕なんかもう本当にこう、いつもね、もうお世話になる子だったから、今ね、初めてこうやってお世話ね、させていただいてて。でね、今日も終わった後ですね、ちょっとこう、そのリーダーの方たちとね、ちょっと2人、3人ほどね、こう居酒屋に行ってね、ちょっとね、いろいろ話しながら飲んでたんですけどね。皆さんね、僕らちょっと年上の人なんでね、子供さんたちがね、もうね、大きくなってるんですね。で、大きくなってるから、まあ、そういう方たちの話を聞くとね、まあ、いいんですけど、まあ、その、ある一人のお父さんの、その、息子さんがね、吉本新喜劇のね、NSC に入ったというんですよね。大学は出てるんですよね。大学は出てるんだけど、まあ、その、やっぱり、その、かねてよりやりたかったね、お笑いやりたいっていうね、ことで、まあ、どうなんでしょうね。親にしてみれば、大学行った分だけもったいなかったなと思うかもしれないけど、まあでもね、そういうもんですよね。なかなかその時にならないとね、わかんないし。で、またね、こう関西からたくさんの人がね、お笑いに行きますので、競争がめっちゃ厳しいですよ。それはね、そんなの100人に1人なんて、とてもはないけど、入れないけど、ほんでもね、一応ね、目指してるんですよね。まあ、どうなんでしょうかね。勉強もいるだろうしな。まあ、でも、好きなことがね、たとえ年子にも追い続けていると、やっぱりそれで楽しい充実さになるんじゃないかなと思いますよ。なんか今なんか寝かけてましたね。うわ、やべえな。ああ、何分ぐらいちょっと、あれしてたんだろやばいっすね。ちょっと寝てました。ねえ、こんだけリラックスして撮ってる動画もなかなかないんじゃないかなって。途中寝るというね、大失態をね、演じてしまいました。これ初めてですね。動画を撮って、今日でもう160本ぐらい上げてるんですけどね。160本、初めてですね。もう3ヶ月を超えました。もうちょっとしたら100日目なんでね、100日目はこう自分だけでお祝いしたいなと思ってるんですけどね。自分で自分を褒めたいっていうかね。もちろん皆様にもね、その100本目じゃない、100日目、お知らせしたいと思います。まあ、とにかく今日はね、お風呂から2チャンネルしてますけどもね、まあ寝てしまったというね、まあそのとんでもない、動画を撮りました。ありがとうございます。以上、3チャンネルでした。